皆さん、こんにちは。まことがん経典銀座店担当の白玉です。本日ご紹介いたしますメガネがこちら。掛け心地のいいメガネブランドとして有名なフォーナインズです。この型番フォーナインズの NP の10のカラーが、223番ですね。はい。フォーナインズは、日本のメガネブランドとして、福井県鯖江市で全てメガネが作られております。本社は、成城学園前にありますね。はい。で、この、ブランドの特徴としては、こう、わかりますか？ここですね。蝶番、蝶番のところが、こう、逆 R になってるんですね。はい。最近では逆 R になってないモデルもあるんですけれども、この特徴としては、かけた時に、こう、自然とフレームが横に広がるこの構造。これによって、フォーナインズだなっていうのが一発で分かっちゃいますね。こんな風にガッて広がるんです。あと、このノーズパッドは本当こう立体的にすごくかけやすいんですよ。ここですね。私なんか鼻低いんですけど、こうピタッてかかってもずれない。そう。そしてこの形はオーバルタイプで、女性の方、男性の方、かけても優しく見えるユニセックスな形。オーバルタイプですね。はい。で、このサイズが、フレームのサイズ、こちら、49、レンズのサイズが49。鼻幅が19とちっちゃいですね。で、テンプルが、ここが140ミリ。ちょっと長めです。色はクリアブルーにちょっと斜めな柄が入ってますかね。で、この芯が見えてます。こんな感じです。で、ノーズパッド、これが動くタイプ、可動式なので、ちょっと前に出したり近づけたりは容易にできます。はい。こう、もういろんな角度から見てみましょう。こんな感じですね。非常にシンプルで綺麗な作りです。こちら14,500円ですね。最近ちょっとオーバル型私買ってないので、これかけてみた。あ、意外といけるなと。優しい表情になっていいなと思いました。やっぱブルー系のメガネってあんまり見かけないんですよね。うん、こんな感じです。こうですね。ノーズパッドの状態も結構綺麗かなと思います。ほぼ未使用で入ってきました。こうですね。印字も全て残っております。これでしたら遠近両用もギリギリ入るかな。はい。うん。こんな感じです。はい。横から見ると、この逆 R が見えます。こっちはちょっと髪型変えてしまったので見づらいですね。すいません。はい。ちょっと遠ざけてみてみましょう。ちょっと今日、シャツが、チェック柄のブルー、ホワイト入ってるので、アクセントになってるかなと思います。うん。こんな感じですね。カジュアルにも使えますね。で、レンズがちっちゃいので、度が強い方でも薄く収まる。うん。同じです。ヘッドバンしてもずれない。なあ、もうフィッティングしてません。こちら、銀座店に1点あります。これ14,500円です。はい。いかがだったでしょうか。これ見ていただいて、ちょっと面白いなって思っていただいたら、ぜひともグッドボタンを、あとチャンネル登録していただきました。とっても嬉しいです。それではどうもありがとうございました。